京阪バス、高松エクスプレス、京都号四国高速バス、高松エクスプレス、京都号高松エクスプレス、京都号は、京都府京都市と香川県高松市を結ぶ、中高高速バスである。全便座席指定制で、乗車には予約が必要。便名コードは 390XX。大阪高松線や、神戸高松線と、 同じく民鉄系と JR 系で切符、回数券の共通化、予約、発券場所の共通化、時刻表の共通化を行っているが、これらの路線とは異なり、2001年3月の運行開始当初から共同運行しており、愛称も各社とも高松エクスプレス、京都号に統一している。西日本 JR バス JR 四国バスに関しては、 親会社の鉄道線と乗客を奪い合う構図となり、鉄道の特急より、利幅の薄いバスに流れることは特に、JR 四国グループにとっては深刻な問題である。括弧内の数字は、駅コード。京都駅名神、大山崎名神、高槻鳴門西から高、高速引田、高速大内高速津田高速市戸高速三木、高松中央インターバスターミナル夢タウン、高松。 栗林公園前引く、県庁通り高松駅各社ともハイッカー車で運行。各社の主な使用車種は以下の通り。バスの乗車券はチケットセンター、コンビニ、旅行会社で事前に購入する。電話、インターネットで予約ができる。全国の緑の窓口でも購入できる。ありがとうございます。